テルの手紙第2一章一節、イエス・キリストのしもべである使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へキリストの義は、私たちがキリストを救い主として信じたときに私たちに譲渡されるものです。お分かりのように、主は私たちから罪を取り除かれるだけでなく、私たちにご自分の義を付け加えてくださるのです。私たちはただ放免されて釈放された犯罪者のようではありません。私たちには神様の御前での地位が与えられたのです。それはキリストにある地位です。愛されている方にあって私たちは受け入れられているのです。ペテロの手紙第2、1章2節。神と私たちの主イエスを知ることによって、恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。キリスト信仰は人格です。私たちは主を信じるだけでなく、主を知るべきなのです。あなたはイエス・キリストを知る知識は、確かな神様の御言葉の知識を通してくることがわかります。この知識は、聖霊がキリストの事柄を私たちに現実のものとしてくださるときに与えられる知識です。一番身近な家族を知るより、イエス・キリストのことを知ることができ、最も身近な家族にも決して言わないことを主に申し上げることができるのです。重要な点は、主を知ることは新しく生まれた永遠の命だということです。ペテロの手紙第2、1章3節。というのは、私たちをご自身の栄光と徳によってお召しになった方を、私たちが知ったことによって、主イエスの神としての道からは、命と経験に関するすべてのことを私たちに与えるからです。神様はキリストにある私たちの人生とキリストのための命の経験のためにすべての手配をしてくださったのです。キリストを知る知識によってのみ、あなたはこの地上で生きることを本当に学び、もっと敬虔な人物に成長していくことができます。あなたが完全に発達した人格を持つ人物になることができる、この世で唯一の方法は、イエス・キリストを知ることです。私たちが生きているこの時代、徳が必要です。その徳を手に入れることができる唯一の道は、キリストの知識を通して手に入れることです。ペテロの手紙第2、1章5節から7節。こういうわけですから、あなた方はあらゆる努力をして、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。クリスチャン生活は成長と発達であるべきなのです。私は聖書を神様の御言葉であると知っているということができます。聖霊が神様の御言葉をあなたの心と生活等の確信としてくださり、あなたにとってとても現実的なものとしてくださるとき、これ以上素晴らしい確信はないのです。神様の御言葉を学んで他の人たちに分け合うとき、神様の御霊があなたの心に確信を与えてくださり、霊的な生活に成長を経験することは確かです。ペテロの手紙第2、1章8節。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、あなた方は私たちの主イエス・キリストを知る点で役に立たないものとか、身を結ばないものになることはありません。信仰と勇気と知識と自制と忍耐と経験と兄弟愛と外部の人々に対する愛です。このすべてのものが私たちの中にあるべきなのです。私たちは自分の力によって御霊の実を結ぶことはできないということです。私たちは自分自身を聖霊に明け渡し、ブドウの木である主イエス・キリストから御霊の実を引き出すのです。あなたの生活は他の人々に影響を与えていますか？あなたは神様の御言葉を必要としている人たちに御言葉が述べ伝えられる手伝いをしていますか？ペテロの手紙第2、1章10節。ですから、兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。信者の保証は客観的です。妨げられることのないものです。でも、あなたの確信は確かにあなたがどのような生活を送っているかによって妨げられます。あなたが救われ続けているためにキリストがすべてのことをしてくださったというのは本当ですが、あなたのクリスチャン生活を意味深いものにするためには、あなた自身が努めなければならないのです。あなたが神様の子供であるということを知ることを、あなた自身の心の中で主観的なものとしなさいということです。ペテロの手紙第2、1章19節。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。神様はご自分の完全な御言葉と御心と御言葉と聖書を書いた人々を通して伝達することがおできになりました。聖書はあなたと私が生き、動き、存在しているまさにその場所に降りてきて、神様が人間に理解できる言葉で語ってくださっているのです。神様の御言葉は光であり、灯火であり、光の源泉です。遠心力です。神様の御言葉は光と力と活力を送り出します。神様の御言葉は今日、この世で唯一の手で触れて知ることのできる超自然のもので、唯一の物理的な奇跡です。ペテロの手紙第2、1章20節。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆、人の私的解釈を施してはならないということです。聖書のどの箇所も同じ主題に関する他の箇所から切り離して解釈してはならないということです。聖書から一つの短い節を取り出して、そのたった一節の上に教理を立て上げることに、私がこんなに異議を申し立てるのはこの理由からです。もしあなたの教理を聖書全体で確認することができないのなら、別の教理を持つ方が賢明というものです。私たちはその箇所を他の聖書の箇所で確認する必要があります。
ペテロの手紙第2章21節。なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。聖霊によって動かされたと言っています。生きた御言葉である主イエスのように書かれた御言葉も人間であり神でもあります。主は人であられ、同時に神様でもあられたのです。そして聖書も人間的であり、また神聖なものでもあります。旧約聖書の中にはキリストが最初に来られることについての330の予言、そのすべてが文字通りに成就しました。そのように言い当てることのできる人間は一人もいないのです。